先端さ、そのセキュリティ O2 とセキュリティの間の通路の一番下の扉を直すのめちゃくちゃ手間取ってなかった？あ、そう、直せるんだった、忘れてた、開くの待ってた、ずっちゃえぇ、何回やってるんやろ、さ、何してんだろうと思って、あ、そうか、忘れてた、お前じゃあ、さあ来い、じゃあ、うわ、だからこの小宮さん置く、鳴らしちゃうか、はい、なんかパターンって言われそうですけど、心電図みたいなのをしました、はい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 、はい、話すことがね、はい、はい、先端さ、の先端じゃなかった、先端さ、そのセキュリティ O2 とセキュリティの間の通路の一番下の扉を直すのめちゃくちゃ手間取ってなかった？あ、そう、直せるんだった、忘れてた、開くの待ってた、ずっちゃん、何回やってるんやろ、桜さん何してんだろうと思って、あ、そうか、忘れてた、お前じゃあ、そうか、今までいや、なんかめっちゃ不審、なんか近づいては離れ近づいては離れってしてて何やってんだこいつって思ってたらお前じゃあ、そうか、めっちゃ待ってたわ、あれ、なんか開かねえなと思って、今までずっとあれか、他人に任せたのか、全部、いや、普通に忘れた、これ、そろそろ先端やばいやつ、先生、バレ、やべ、バレてる、疲れてるのがバレてる、めちゃくちゃ待ってた、入ってるわ、一票入ってるよ、これは自投票、投票かな、うん、これでも高田健志理論だとだいぶ白いっていう、素で待ってたわ、開くの、忘れてた、完全に、場所が、ラボラトリーの除染室出たところのすぐぐらいです。魚さんが死んでました。魚さんじゃない、緑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 、ダメ、おいおい、緑だから違う、誰だ、緑だね、黒さんですよ。あ、じゃあ僕も証言できます。ちょうどリポートが鳴る寸前に、エレクトリカルの扉の前を通って、ドロップシップ前の、なんだろう、なんか、なんだろう、その外の部分でリポートが光ったので、クロスさんがおそらくその辺りで死んでます。ストレージの左上、斜め上あたりの外、あれ、ナイトメアさんが発見したのがクロスさん、多分緑だったから多分クロスさんだと思うんだけど、クロスさんだね。えで、うん、あ、じゃあラボで、ね、でそれがラボで死んでる、うん、あ、でこれゲンさんがその辺りで死んでる、はい、
心電図を5秒ぐらいまで見てたんだけど、もうその時にはもう死んでましたね。あれセンターそこまで行ったの？うん。セキュリティの方に行ったのだけ見えたんだけど、セキュリティは見てない。セキュリティ待って、セキュリティどこだっけ？ごめん、セキュリティどこだっけ？エレクトリカルのあるところの左端じゃない？エレクトリカルの前のところで一緒だったじゃないですか。リアクター終わった後。めちゃくちゃ前じゃないそれ。めちゃくちゃ前かな。リアクター終わった後に、だってセキュリティ見て停電になったでしょ。はい、停電の時にね、一番最初でしょ。あれセンター停電の時って俺の後ろぐらいに来てた？いや O2 来てない。スポイラーは通ったけど普通に右下抜けた。ちょっと待って、で、クロスさんの下に関してすごく大切な証言があって、僕、停電になったタイミングでラボラトリーにそもそもいて、除染室の入り口の入ったところのタスクをやりに行って、で、その後それを終わった後、タスクの班がもう一回外側に出たから、もう一回入った入り口から出たんだけど、そこに死体があったから、その瞬間に殺されてるんだよね。割とだから、殺されてすぐに。って鳴らした感じ。あ、じゃあ僕が死んでる見る直前ってことか。あ、ボイラー室したのは多分私だよ、ピカクロスだよ。高田武雄。あ、ピカクロスがボイラー室に来たの？いや、もともといた。僕行ってない行ってない。これあれか、障子バグかこれ。どこだった？武雄さんがエレクトリカルの、入る扉の前で死んでます。あ、エレクトリカル入る前か。エレクトリカル、はい、ね、一応ね、最初にリアクター多分速攻直ったと思うんだけど、覚えてます？最初のリアクター、 あれはね、武雄さんがリアクター行って僕が右行ったんだよね。速攻 直ったから。それが他に速攻回った武雄さん見た人は分かんないけど、2回目のリアクター、センタンと魚さんが右押してるのを僕は見たんですけど、うんうんうん、それを見る前に心電図を見ててリアクターになったタイミングで見たら、もう武雄さんは亡くなってた。うん、その間か。え、リアクターが治る前？治るぐらい治る前だね。そうそう、2回目のリアクターが治る前だね。あ、砂溜さんが左直してる。私が左直しました。他に名乗り出ない人が、名乗り出る人がいないんであれば、私がリアクター鳴らして直して、で魚さんとすれ違ってそのまま実験所の方行ったのかな。確認したいのが、魚さん、そのリアクターの前で死んでたって、そのラボの入り口で気づけそうな位置？ん、私レベルが引かなかったよ。エレクトリカルでしょ。エレクトリカルが、ごめんごめん、なかなかなか、なんかで扉閉まっていた状態ですね。まあ、砂染さんはね、位置的にちょっと難しそうかな。多分魚さん視点、私であれば白いよね。うん、
だったらベッド潜って逃げるかなと思うし、やってるんだったら。だからリアクター直してるから。リアクターの慣れ前じゃなかった？言ってたの。2回目鳴ってる時にはもう死んでた。鳴ってる時？鳴る前。鳴ってる時？鳴ってから見たから。あー、じゃあ分かんないのか。うん、2回目のその鳴ってる時はもう死んでた。だから1回目のリアクターが治るってから2回目のリアクターが治るまでの間の。ナイトメアさんと除染室前ぐらいですれ違ったタイミングあるじゃん。除染室っていうかあの標本室前、はい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 、あそこで1回すれ違ったでしょ、うん、あのあと見に行ったんだけど、うん、砂溜さんがその時アドミン確か、うん、私アドミンでアルトさんが除染室から上に行ったのは見ました、行きました、うん、その時に見ました。あの後どこ行ったアルトさん。あのあとその鳴ってるから右押しに行こうと走ってます。はいはいはい、了解です。リアクター鳴らしてはやばいだろ。やばいだろあれは。あれなんかリアクター両方表示されないね。わあ、リアクターなんで直んないのかと思った。はい、右直した。右が直ってなくて右直した。左直した。押した理由は私のタスクが終わったからって報告と直ったからです。あ、ナイトメアも多分タスク終わりました。多分。いや、終わってる。で、今エレクトリカルに門番しようと思って走ってる最中だった。多分終わってるはず。多分さっきコミュニケーションで終わりのはずだから。私まだ4つぐらい残ってます。エレクトリカルちょっとどこに残ってるかは言わない方がいい気がします。クロスさんがどこで死んでたんだっけ。クロスさんがラボラトリーの上の除染室出たところ。ちょっと巻き戻すんですけど、ゲンさん殺した位置にいた人って多分エレクトリカルにいた人じゃないかなと思っていて、エレクトリカルにいたのって竹尾さんと高田健士とあと先端かな、誰か言ったよね。その多分結構巻き戻るんだけど。初日。そもそも源さんって死体発見でした。いや、源さんは俺がクロスさん見つけた時に一緒に死んでた。うん、そう、俺はリポートの光ってるのを確認してるから、あのエレクトリカル側にいた人が反抗してるんじゃないかなと思っていて。誰一人白い人間がわからん、うん。エレクトリカル側にいたっけな。俺も覚えてないや。俺竹尾さんと殺されたの覚えてるな。あのさ、あれだ。ピンクと茶色が一緒にいたのなんかチラチラ見かけたけど。あ、一緒にいた。あれか。大津あたりでどうのこうのって言ってたやつか。あ、魚さんの最後に合流してんじゃん最初。私。魚さんがセキュリティの前のワイヤータスクやってるとこ、私も合流したで。あ、あの左で私がリアクター左直して魚さんとすれ違った時の話ですよね。そうで、エレクトリカル前に確か竹尾さんがいたんちゃうかな、わかんないけど。わかんねー。いや、竹尾はね、エレクトリカル前じゃない。エレクトリカルの下側のところで、なんかの迷路のタスクです。やべ、絞れん。わからんな。高田健士、結構インポスターだと思ったけど違うかな。なんか4つ残ってる砂溜さん、そんなに残ってるのにアドミン見てたんだと思ったぐらいですかね。アドミン見てたから残り。確かに。ガクロス。
間に合わなかったー、見つけたのに竹田さん。あぶねー、間に合った。マジか。ナイスナイスナイス。疲れー。いやー緊張した。ちょっとアルトさんどこで死んでたんすか。アルトさんの死亡は確認してたんすけど。ウェポン。アルトさんはウェポンですね。通り過ぎてたー。砂ザメさんがウェポンから出てきたタイミングで、センターがウェポンに入ってこなかったから、あーもうこの2人かと思ったけど。最後全く同じ弁当センターさんの行き来してたっていう、あのアドミンの長距離移動を。あ、そうなんだ。そう。ひえー、全然わからんかった。砂染さん、リアクター鳴らしてからじゃなくて直してからって言って、誰も気づかなかった。鳴らしてって言ってたんだけど。そう、いやもうダメなんですよ。もう鳴らしてって言ったのはもうあの言い間違いかなって普通に思っちゃう。ああ、ね、ね、もう私の口はガバガバですよ。鳴らしてって言ったなって思ったけども。だし、まあでも正直本音言うと多分クルーメイトの時もああいう言い方しそうなんで私は。まあ確かに。まあ、それは確かに、うん。そこはもう推理に入れませんでした。そうですね。だからまあでもリアクターやっぱクールタイム貯めやすいから強いなとは思いました。あ、強いんですね。門番されてても別に関係なかったもんな、うんうん、なかったし、殺してすぐリアクター鳴らせばなんかそこでも30秒溜まっちゃうんで、うん、動きやすかった。門番があんまり強くないかここの場合だと、うん、あ、多分1分あるからギリギリに行っていいと思うんで。そうなんですよね、うん、あ、結構ね、発見されにくい、マップが広いから発見されにくいのかも、あるかもね。うん、なんか、タスクの左上のやつ開いてみて、俺30秒にならないときリアクター行かないようにしてた。うん。もうそれまで放置してます。これ、案外、ウェポンとか、こうトイレとかの個室の方が下に見つからないなっていう気はしたかな、なんか。いや、俺、監視カメラね、結構ずっと見てたんですけど、全然、はい、その、死体発見できなかったから。カメラは死体発見するあれじゃないっすもんね、これ多分、ね、連動の監視でもするもんね、あれ絶対。どちらかと通路の監視だと思う、うん、まあ、誰が通ったかの、うん、砂染さん動いてんなーっていうのは見えたんだよな。でも発見しようにも一個一個見るからあれ覚えきれんわ、多分難しい。ちょっとそうだ、もうリアクター鳴らしてって言っちゃったな、確か言われてみれば。悔しい。私がリアクター鳴らしてって言ってたから、まあまあそうかしら。いやー普通にドア閉まってるの忘れてた。手動で直せんのマジで忘れてた、普通に。あれはセンターさんマジ忘れだったんですね。マジ忘れ、本当に伝ってた。あれ 扉誰閉めたんですか、あれ。え、僕が閉めて突っ立ってた。自分で閉めて自分で突っ立ってた。わかねえなーって。わかねえなーと思って。そこで疑っておけばよかった。いや、バカが少なくなった。絶対疑いで。まあ、あとやっぱピカクロさんのその仕事終わってないのにアドミンばっか見ててみたいなのは確かに、うん、あのそうですね、孤立する人を探してたんで、まあ、確かにインポスターっぽかったなとは思いました。4残ってんのになんでそんなにアドミン見るんすかってちょっと思ってました。まあ、逆に言うとアドミン見てるから仕事残っちゃいましたっていう言い訳を次言おうかなと思ってたんですけど、まあまあ3キルできたんで。いやでもお見事です、お見事です。ありがとうございます。3キルか。そうか、もう出てきたのを見た瞬間にあ死んだって思いました。あ、そうですね、あのあれなんかトイレの弁当出た瞬間にキルして、直後にナイトメアさんがギリギリ、そうですね、プシューって言ったんで、そうギリギリ見られてないぐらいで弁当に逃げられて、なんとか。マジか、なんか僕がだから除染室入って出た瞬間に死体があったから、どのタイミングで死んだんだってずっと思ったから。あの位置弁当あるんですよね、長距離移動の弁当がアドミンから繋がってる、うん、トイレにありますね。はい、あそこか。そうですね、なんか行きの僕が最初除染室に入ったタイミングではまだ死んでないのかな、黒さん。ああ、そうですね、あの除染室に入ったのを見てひょこっと出て
黒須さん殺したら戻ってきたんでマジかと思って、いやあの中の拝殿のタスクやったら外にタスクが出たから、拝殿のタスクが出てるんですよね外に、出たら死体があったからこの短期間でってなってた、めっちゃ。なるほど。でも拝殿1個分のタスクやる時間だけで殺されていなくなってるから、イベント強いな、うん、イベント強いですね。いや全然もう把握できなかった、素晴らしい動きが。ね、あちなみになんか砂亀さん、私があのボタンを押すときに追っかけてきてましたけど、はい、殺すつもりでした。あの時は違った気がします。あのクールタイムそもそも溜まってなかったので、あ、なるほど。あのずっとアドミン見るのも違和感かなと思って、なんか仕事してるふりしようってあわわあわわしてた、してなるほど。なんか今思い返すとあれも殺すつもりだったんちゃうかなとか思ってドキドキしてました。確かになんかちょっとあの時慌ててましたね、なんか